二、クロロエタノールは、グリセリンと同じくかすかにエーテルに似た、甘い匂いを持つ、無色液体の化学物質である。二、クロロエタノールは、水と均一に混和する。別名として二、クロロマイナスイエタノール、二、モノクロロエタノール、二、ヒドロキシエチルクロリド、ベータ,クロロタ,ーベータク、クロロエタノール、ベータ、ヒドロキシエチルクロリド、クロロエタノール、デルタ、クロロエタノール、エチルクロロヒドリン。 エチレンクロロヒドリン、グリコールクロロヒドリンあるいは、グリコールモノクロロヒドリンとも呼ばれる。2. クロロエタノールは、強い毒性を持ち、濃い蒸気を吸引すると死に至ることがある。また、2. クロロエタノールは、皮膚より吸収され、中枢神経、循環器、腎臓あるいは肝臓に障害を引き起こす。2. クロロエタノールは、肺や目に対して刺激性が強い。 そして、引火や、爆発の恐れがある。毒物及び劇物取締法により、劇物に指定されている。法律上の名称は、エチレンクロルヒドリン。2、クロロエタノールは、エチレンと、ジア塩素酸とから製造される。2、クロロエタノールは、主に酸化エチレンの製造に利用され、他にも、染料、医薬品、殺菌剤や、 過素材の合成原料として利用される。あるいは、チオジェグリコールの製造にも利用される。酢酸セルロースや、エチルセルロース、繊維のプリント染料、脱ロジンの生成、祭りニンの抽出、ドライクリーニング等の溶媒としても利用される。2、クロロエタノールの流通量は少量である。それは、容易に製造できるため。 購入したり貯蔵するよりは需要に応じて製造される。毒物及び劇物取締法省は25年12月28日、法律303号、第2条別表、第2、ありがとうございます。